いつもご視聴いただき、ありがとうございます。本日の株式ニュースをお送りします。ソフトバンクが株主優待を新設しました。毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主に対して、PAYPAY ポイント1000ポイントを付与します。この新制度は2026年3月末から適用される予定です。PLANT は、株主優待品をプリペイド電子マネー、PLANT、PAY カードに変更しました。100株以上を1年以上継続保有する株主に対し、保有株数と期間に応じて1000円から2000円分の電子マネーをチャージした、PLANT、PAY カードを贈呈します。GENKY-ERUGSTORES が株主優待制度を2024年6月20日をもって廃止すると発表しました。株主の皆様には新しい方向への対応としてご理解をお願いいたします。桜ゴムの株価がストップ高となったのは、前日に業績予想と配当予想を大幅に上方修正したためです。24年3月期の営業利益は、従来の予想から 11.3 億円、前期比で 2.7 倍に増加した見込みです。特に、消防防災事業において観光庁関連の受注が急増したことが影響しています。さらに、年間配当金も記念配含めて大幅に引き上げられ、90円となる予定です。スマートバリューの株価がストップ高となりました。桜インターネットと行政システムのデジタル化を共同で推進するためのマーケティング活動について基本合意書を締結したことが買い材料となったようです。この合意により、デジタル化の推進を誘導しながら自治体向けの新しいサービスの開発や展開を加速させることが見込まれています。トランスジェニックは先日業績予想を引き上げたことを発表しました。具体的には売上高が130億円から130億5000万円に引き上げられ、前の期比で 14.2% 増となります。さらに最終損益は9000万円の赤字から一転して500万円の黒字に転換する見通しを示しています。これは円安傾向の継続や商品調達コストの上昇を踏まえた価格改定、即戦力人員の補強や納期管理の徹底が奏功した結果です。日本航空電子はこの度良好な業績見通しを発表しました。次期の営業利益は前年比で 17.9% 増の170億円を見込んでおり、市場の期待を上回る水準です。さらに年間配当金も前期比5円増の60円とする計画を立てています。これは自動車業界及び防衛事業を中心とした航空宇宙市場の拡大が追い風となっているためです。日本高度志向業が25年3月期の通期連結業績予想で営業利益が前期比で 57.0% 増の27億円になる見通しを公表しました。これにより株価が大幅に続伸して年初来高値を更新しました。売上高も前年比で 7.9% 増の160億円と見込まれており、主力製品であるアルミ電解コンデンサー用セパレーターの需要が特に通信設備関連や車載分野で拡大しています。さらにリチウムイオン電池用セパレーターの需要も回復の兆しを見せていることがポジティブな影響を与えています。大真空は今期の経常利益の予想を従来の17億円から31億円に上方修正しました。これは前期比で 39.3% 減ですが、継続的な改善が見られます。特に為替相場の円安が利益率を向上させており、営業外での為替差益も計上されています。株価が年始来の下落傾向にあった中、この上方修正が市場で好感され、株価のリバウンドにつながる可能性があります。ナンバーワンは EPAR 系のグループ企業である OZ モードを株式交換で完全子会社化すると発表しました。またグロースパートナーズ投資組合が割当先となる 31,900 株の第三者割当増資も発表しました。これらの動きが市場に好感され投資資金が流入しています。大垣共立銀行の純利益は計画を32億円上回る94億円に達し、前年比で 94.8% の大幅な増加となりました。また経常利益も計画を43億円上回る144億円で、前年比 53.6% 増という結果になりました。貸出金利息や役務取引などの利益が想定を上回り、
一方で経費は計画を下回る見込みとなったことが、このような良好な結果につながりました。東洋機械金属の営業損益が、従来予想の4億4400万円の赤字から、1億1900万円の赤字に改善されました。これは業績予想を大幅に上回った結果です。さらに、次の期の売上高の見込みは前期比で 7.5% 増の310億円と期待されており、営業損益も3億円の黒字へ転換する見通しです。この業績回復は、部材仕入れ価格の上昇を製品価格に反映させた結果と、国内外での出荷増加によるものです。DLE が、注力する韓国エンターテインメント分野での事業拡張を目指し、ブルバードとの合弁で新会社を設立すると発表しました。出資比率は DLE が 66.7%、ブルバードが 33.3% です。また、スポーツ業界でのエンターテインメントやブランディング事業を展開するアマダナスポーツエンターテインメントを子会社化することも明らかにされました。東京テアトルは、東京都港区にある固定資産を売却し、その譲渡益が35億2000万円に上ると発表しました。この売却による譲渡益は、25年3月期の第一四半期、4、6月に特別利益として計上されます。これにより、経営資源の有効活用と財務体質の強化が期待されます。新越ポリマーの1、3月期の連結計上利益は前年同期比で 20.7% 増の 22.5 億円に伸び、売上営業利益率も前年同期の 7.7% から 8.8% に改善しました。これは、同社のビジネスが前年度に比べて好調であったことを示しています。名取の連結業績が好調です。24年3月期では、売上高が計画を18億円上回る475億円で前年比 5.3% 増え、最終利益も計画を2億9000万円上回る14億円になり、前年同期比で 3.4 倍に達しました。加えて、期末配当予想を1円増額して12円に見直し、年間配当予想も23円としたことが市場に好感されています。価格改定の効果とコストコントロールが効果的だったようです。株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。